日本や外国で人気の漫画、進撃の巨人最後の本が出る。伊佐山はじめさんの漫画、進撃の巨人は、人を食べる巨人が支配する世界に住んでいる主人公たちが生き残るために巨人と戦う話です。進撃の巨人は、 外国でも人気で21の国と地域で漫画の本を売っています。アメリカで映画になることも決まっています。この漫画は10年以上前から雑誌で続いていましたが、今年4月に終わりました。 この漫画の最後の本が9日に出ました。東京の渋谷にある本屋では朝からたくさんの人たちが漫画を買っていました。本を出した会社の人は 自由のために巨人と戦う主人公たちが自分たちと同じだと世界中の人が感じて人気になったと思います。こんなに漫画が長く続くと思っていませんでした。無事に終わることができてよかったですと話しました。 日本や外国で人気の漫画、進撃の巨人最後の本が出る。伊佐山はじめさんの漫画、進撃の巨人は、人を食べる巨人が支配する世界に住んでいる主人公たちが生き残るために巨人と戦う話です。進撃の巨人は、 外国でも人気で21の国と地域で漫画の本を売っています。アメリカで映画になることも決まっています。この漫画は10年以上前から雑誌で続いていましたが、今年4月に終わりました。 この漫画の最後の本が9日に出ました。東京の渋谷にある本屋では朝からたくさんの人たちが漫画を買っていました。本を出した会社の人は自由のために巨人と戦う主人公たちが自分たちと 同じだと世界中の人が感じて人気になったと思います。こんなに漫画が長く続くと思っていませんでした。無事に終わることができてよかったですと話しました。くちばしを使って 銃のような大きな音を出す鳥が人気。島根県松江市にある松江高原パークでは色々いろいろな鳥や花を楽しむことができます。ここにいるハシビロコウという鳥が人気になっています。このハシビロコウは 不動くんという名前です。くちばしを使って銃を続けて撃っているような大きな音を出します。この音は世話をする人が来た時の挨拶です。インターネットのツイッターでこのビデオを見た人たちは映画で銃を撃っているような すごい音だなどと言っています。松江フォーゲルパークの人は時々この音を聞くことができます。ぜひ聞きに来てくださいと話しています。くちばしを使って銃のような大きな音を出す鳥が人気。 島根県松江市にある松江フォーゲルパークでは色々な鳥や花を楽しむことができます。ここにいるハシビロコウという鳥が人気になっています。このハシビロコウは不動くんという名前です。くちばしを使って 銃を続けて撃っているような大きな音を出します。この音は世話をする人が来た時の挨拶です。インターネットのツイッターでこのビデオを見た人たちは映画で銃を撃っているようなすごい音だなどと言っています。松江フォーゲルパークの人は 時々この音を聞くことができます。ぜひ聞きに来てくださいと話しています。マンボウにつけたカメラ海でクラゲを食べる珍しい映像を撮る。鹿児島市にある水族館は マンボウという魚を外で育てていました。水の温度が高くなるとマンボウは元気がなくなるため先月会に返しました。水族館は海に返す前、長崎大学の研究チームと一緒に 小さなカメラや水の深さがわかる機械をマンボウに付けました。カメラはマンボウがクラゲを食べる映像を撮っていました。海の中で生き物を食べるマンボウを撮ったのは珍しいことです。カメラが撮ったほとんどの場所は 深い海のようです。マンボウは水の温度が低い場所が好きだからかもしれないと水族館は考えています。マンボウにつけたカメラ海でクラゲを食べる珍しい映像を撮る 鹿児島市にある水族館はマンボウという魚を外で育てていました。水の温度が高くなるとマンボウは元気がなくなるため先月会に返しました。水族館は海に返す前長崎大学の研究チームと一緒に 小さなカメラや水の深さがわかる機械をマンボウにつけました。カメラはマンボウがクラゲを食べる映像を撮っていました。海の中で生き物を食べるマンボウを撮ったのは珍しいことです。カメラが撮ったほとんどの場所は 深い海のようです。マンボウは水の温度が低い場所が好きだからかもしれないと水族館は考えています。新しい電気自動車走りながら充電できる車の研究 地球の環境のために電気で走る車の研究をする大学や会社が増えています。東京大学のグループは走りながら充電できる車の研究をしています。磁気を出す道を作ってその上をコイルがついた車が走ると 電気ができます。時期を出す道を30メートル走ると350メートル走ることができる電気を充電できます。グループは2023年から千葉県柏市の道で実験を始めて2035年 ゴロに使うことができるようにしたいと考えています。グループの人は電気自動車は電池がなくなることを心配する人が多いので走りながら充電できたらとても便利だと思いますと話していました。 新しい電気自動車走りながら充電できる車の研究地球の環境のために電気で走る車の研究をする大学や会社が増えています。東京大学のグループは走りながら充電できる車の研究をしています。 時期を出す道を作って、その上をコイルがついた車が走ると電気ができます。時期を出す道を30メートル走ると350メートル走ることができる電気を充電できます。グループは2023年から 千葉県柏市の道で実験を始めて2035年頃に使うことができるようにしたいと考えています。グループの人は電気自動車は電池がなくなることを心配する人が多いので走りながら充電できたらとても便利だと思います。 と話ししていました。上野動物園でパンダの赤ちゃんが2匹一緒に生まれた東京都の上野動物園で23日パンダの新人が2匹の赤ちゃんを産みました東京都によると 一匹は23日午前1時頃、もう一匹は午前2時半頃生まれました。心身も赤ちゃんも元気です。赤ちゃんの重さは一匹が124グラム、もう一匹はまだわかりません。どちらもオスかメスかまだわかりません。 シン,シンは4年前にシャンシャンを産みました。上の動物園で2匹の赤ちゃんが一緒に生まれたのは初めてです。動物園の人は1匹が生まれた時はまず安心しました。もう1匹が生まれた時は嬉しくて、 やったと思いましたと話しました。上野動物園でパンダの赤ちゃんが2匹一緒に生まれた。東京都の上野動物園で23日、パンダの新人が2匹の赤ちゃんを産みました。東京都によると、 一匹は23日午前1時頃、もう一匹は午前2時半頃生まれました。心身も赤ちゃんも元気です。赤ちゃんの重さは一匹が124グラム、もう一匹はまだわかりません。どちらもオスかメスかまだわかりません。 シンは4年前にシャンシャンを産みました。上野動物園で2匹の赤ちゃんが一緒に生まれたのは初めてです。動物園の人は1匹が生まれた時はまず安心しました。もう1匹が生まれた時は嬉しくて、 やったと思いましたと話しました。